おはよう、秋山さん。あ、秋子さんに黒沢さん。おはようさんどす。おはようございます、秋山さん。相変わらず朝が早いですね。大きなお葬式を控えてますさかい、やることがたくさんあるんどす。ああ、そういえばさっき刈谷さんが来はりましたよ。奥にお通ししておきました。あら、もういらっしゃってたの。刈谷さんも朝が早いわね。そりゃ刈谷さんも大きな事件を抱えたはりますさかい。で、今回は誰が犯人でっか、まだわかんないけど。いえ、まだわからないの。秋山さんはどう思う？私はもしさんが犯人でなければ誰でもエドスは。ああ、でもご葬儀のことを考えたらもしさんだけやのって、奥さんや坊ちゃんでも困りますわ。秋山さんたら相変わらず事件の解決よりご葬儀の進行の方が大切なのね。そんなことより秋子さん、はよ刈谷さんに挨拶せなあかんのとちゃいますか。あ、そうね、早く行きましょう秋彦さん。ああ、急ごう。刈谷さん、おはようございます。お待たせしてすみません。いえ、大丈夫ですよ。あれ、黒沢さんもご一緒でしたか。ええ、どうも。ところで話とはどんな内容でしょうか。ええ、それは、ではサトシについて話します。刈谷さん、サトシさんをご存知ですか。ええ、堀さとしさんでしたら捜査線上に上がっていますよ。それでそのさとしさんがどうかしたのですか。ええ、実は奈々さんに悪質な嫌がらせを行っていたようなんです。悪質な嫌がらせですか。ええ、奈々さんの後をつけ回したり監視したりしていたらしいんです。なるほど、サトシさんについて調べてみる必要がありそうですね。ノミについて話します。実はナナさんの部屋からノミがなくなったみたいなんです。ノミですか。ええ、司さんが作りかけの女神像のそばに置いていたらしいんですが。司さんというのは、ナナさんとお付き合いされていた国分寺司さんのことですね。ええ、そうです。なるほど、事件と関係あるかどうかは分かりませんが少し気になりますね。そうですね、なぜノミがなくなったんだろう。現場からノミがなくなった理由、あ、もしかして、刈谷さん、どうかしましたか。アキコさん、ノミがなくなった理由なんですが、もしかしてこの人物が持ち去ったんじゃないでしょうか。誰がノミを持ってったか選択します。ナナを殺害した犯人、これを選択します。あのノミは犯人が持ち去ったんじゃないでしょうか。え？どういうこと？きっと犯人はナナさんを殺害するときにあのノミを使ったんだと思うの。
そしてその後、凶器を持ち去ったのよ。その推理に根拠はあるの？ええ、もちろんよ。ナナさんを殺害した凶器がのみであると思われる理由は、この証拠が示しているわ。選択します。ナナの左手首の傷の形状、これを選択します。ナナさんの左手首の傷跡は何かで押し切ったような形をしていたわ。あれはもしかしてノミの刃を押し付けて切ったんじゃないかしら。確かにノミならあの形の傷をつけることができるな。あなた医者なんだから見たらわかるでしょって思うんだけど。ですがなぜ犯人は現場から凶器を持ち去ったのでしょうか。自殺に見せかけるのであれば、ナナさんにのみを持たせるのが普通だと思うのですが、残念ながらそこまでは分かりません。でも、のみが凶器である可能性はゼロじゃないと思うんです。確かに、そうですね。では、のみの線でも調べてみます。ところで、刈谷さん。ナナさんの検視結果は出たんですか？ええ、とりあえずナナさんの死亡推定時刻が分かりました。一体いつなんですか？どうやら遺体で発見された前日の未明のようです。具体的には2時から4時の間ですね。深夜明け方ぐらいってことか。2時から4時ですか。だいぶ遅い時間ですね。証拠、ナナの死亡推定時刻を入手しました。ナナの死亡推定時刻、ナナは遺体で発見される前日の2時から4時の間に亡くなったようだ。ところで死因はやはり失血死なんでしょうか。おそらくそうだとは思いますが、正確には判明していません。そうですか。あのガリアさん、何でしょう。私、宮大工のサトシさんが怪しいんじゃないかと思うんです。ダメだよ決め打ち。ナナさんに嫌がらせをしていたし、言動も怪しいし。カリアさんはどう思われますか？そうですね。確かにサトシさんは怪しいと思います。しかし、まだ決定的な証拠もありませんから、犯人だと決めつけるのは早いでしょう。アキコさん、焦ってはいけませんよ。ほら、言われてるよ。焦ると見つかるはずの証拠も見つけられなくなってしまいますから。ええ、そうですね。それでは、私はこれで失礼しますね。これからどうするんだい？急に音楽変わった。そうね、ナナさんの死亡推定時刻も分かったことだし、関係者のアリバイを調べてみるのはどうかしら。でも深夜のアリバイがはっきりしてる人は少ないんじゃないかな。だいたいほぼ寝てるけど。確かにそうね。どうしようかしら。あ、そうだわ。マンションの管理人さんから話を聞いてみたらどうかしら。マンションの管理人さん？ええ、死亡推定時刻に誰かがマンションに出入りするのを見ているかもしれないわ。起きてたのかって話だけど、まあ起きてそうだけど、あの人は。それはどうかな。2時から4時なんて絶対起きていないと思うけど。まあまあ、そう言わずに一度行ってみましょうよ。現場100遍って言うでしょ。言うのか。本当に
君は言い出したら人の話を聞かないな。じゃあ、ナナさんのマンションに行ってみよう。ありがとう、秋彦さん。じゃあ移動します。ナナのマンションへ移動する。今の地図見るとさ、なんか任天堂はどこなんだろうってちょっと見ちゃうんだよね、私。ふう、やっと着いたわ。何度見ても立派なマンションね。ああ、そうだね。ただ、あんな事件が起こってしまったから、人が寄りつかなくなりそうだな。本当ね、素敵なマンションなのにもったいないわ。で、世間話をしている場合じゃないわね。管理人さんを探しましょう。あれ？あそこで掃除をしているの、管理人さんじゃないかな。あ、いたいた。じゃあ管理人さんをタッチします。あ、あなたたちは。こんにちは、管理人さん。昨日はいろいろとありがとうございました。今日も事件の調査をしているんですか。今日もと思ってるね。そうなんです。実は管理人さんからお話を伺いたいんですが、今よろしいですか。一体何の話でしょう。ナナさんが遺体で発見される前日の未明、誰がマンションに出入りしたか分かりませんか。未明ですか。そんな時間のことを聞かれましても。私はいつも21時30分に寝るようにしているので。そうですか。まあまあ早く寝るね。管理人さん、随分と早寝なのね。ではその前後で構いませんので、何か変わったことがありませんでしたか。変わったことですか。そうですね。そのメモには何が書いてあるの。あ、そういえばその日の早朝に作業服を着た男性が慌てて出ていく姿は見ましたよ。それすごい怪しいじゃない。作業服を着た男性ですか。そうです。人相の悪い小柄な男性でした。入居者でもないのに頻繁にマンションで見かけるので印象に残ってたんです。でも未明じゃなくて朝になってからですから参考になりませんよね。いえ、助かります。それで具体的な時刻は分かりますか。そうですね。朝の6時過ぎのことだったと思います。朝6時過ぎですか。本当に早朝ですね。私はいつも朝5時に起きて外の掃き掃除をするのですが、玄関のそばを掃いていた時に たまたま見かけたんです。たまたま。本当に。そうですか。管理人さん、随分と早起きなのね。管理人さん、どうもありがとうございました。あ、はい。じゃあ私は用事がありますので失礼します。作業服を着ていて小柄で人相の悪い男性、それってもしかして。ねえ、秋彦さん。なんだい。管理人さんが見た男性のことなんだけど、もしかしてこの人のことじゃないかしら。管理人さんが見た人を選択。まあサトシだろうね。サトシ。
管理人さんが見た男性ってサトシさんのことじゃないかしら。おっしゃってた特徴とぴったり一致すると思うんだけど。作業服を着ていて小柄で人相が悪い男性か。確かに一致するね。ええ、だからきっとサトシさんのことで間違いないと思うわ。証拠、慌てて出ていくサトシを入手しました。慌てて出ていくサトシ、ナナが殺害された日の6時ごろ、マンションからサトシが慌てて出ていくところを管理人が目撃していた。オートロックじゃないんだね。お嬢様を住まわせてた割にはね。でも管理人さんが見たのは夜が明けてからだろう。死亡推定時刻からは随分外れた時間だけど。でもその時間にはすでに奈々さんは亡くなっていたわ。サトシさんが慌てて出て行ったということは、少なくとも奈々さんのご遺体を目撃したということなんじゃないかしら。確かにその可能性はあるね。でも僕たちが行った時、奈々さんの部屋は鍵がかかっていたよね。サトシさんはどうやって部屋の中に入ったんだろう。それは奈々さんから奪うか盗むかすれば済む話でしょ。そうだな、確かにその可能性はあるね。ええ、そしてサトシさんは奈々さんのご遺体を見たにもかかわらず警察に連絡しなかった。怪しいと思わない？もしかしてサトシさんは一度奈々さんを殺害してマンション出た後、何らかの理由があって現場へ引き返したんじゃないかしら。確かにありえない話ではないけど、鍵なんてそんなに都合よく盗めるものでもないだろうし、単に事件と関わりたくなかっただけかもしれないよ。それもそうね。でもサトシさんが事件の日の早朝にマンションに行ったことは間違いないわよね。ああ、それは間違いないだろうね。それなら一度サトシさんに確認してみた方がいいんじゃないかしら。ああそうだね。でも昨日みたいに都合よく法輪寺で会えるかな。それは行ってみないとわからないけど、昨日も会えたんだし、きっと今日も会えるわよ。ははは、そうかもしれないね。じゃあ法輪寺へ行ってみようか。ええ、そうしましょう。じゃあ移動します。法輪寺へ移動する。法輪寺まで来ては見たけど、サトシさんちゃんと話を聞かせてくれるかな。難しいかもしれないわね。でもきっちり話をつけなくちゃいけないわ。ところでサトシさんはどこだろう。今日もここにいるかな。あ、ほら、あそこにいるのサトシさんじゃないかしら。あ、いたいた。じゃあタッチします。あの、サトシさん。何しに来やがった。二度と来るなって言っただろ。すみません、でもどうしても確認したいことがあるんです。もう一度お話を聞かせてもらえませんか。なんでそんなことしなきゃならねえんだ。頭おかしいんじゃねえのか。俺は忙しいんだよ。あんたになんか付き合ってる暇はねえんだ。だいぶ機嫌が悪いみたいね。
でもちゃんと話を聞かなくちゃいけないわ。何ぼーっと突っ立ってんだ。早く帰れっつってんだろ。いいえ、あなたのお話を聞くまで帰れません。私は奈々さんの事件の真相が知りたいんです。はあ？事件の真相だ。あの女は自殺なんだろう。いいえ、違います。奈々さんは何者かに殺害されました。そして今犯人の可能性が最も高いのはサトシさん、あなたなんです。それは言わなくてもいいんじゃない。なんだと？ほら変な顔したから。もちろんあなたが犯人だと確信してるわけではありません。ですが今のところあなたが最も怪しいことは確かなんです。ですからまずは話を。冗談じゃねえ。てめえらに犯人扱いされる筋合いなんてねえよ。だいたいなんで俺が怪しいってことになるんだ。俺にはあの女を殺す動機も何もねえんだよ。仕方ありませんね。ではなぜサトシさんが怪しいと思ったのかを説明させていただきます。サトシに推理をぶつけます。サトシを追い詰めろ。俺が怪しいだって？どういうことだよ。いい加減なこと言ったらぶちのめしてやるからな。ではどうしてサトシさんを怪しいと思ったのか説明させていただきます。サトシさん、あなたにはナナさんを殺害する動機がありましたよね。ああ、動機だと？なもんねえよ。俺はあんな女のことなんざどうでもいいんだ。殺す価値もね。いいえ、あなたはナナさんのことどうでもいいとは思っていないはずです。なんだと？あなたのナナさんに対する本当の感情、それはあなたのこの行動が示しています。サトシの本当の感情を示す行動、適切な選択肢を選べ。選択します。ナナをつけ回し監視していた。決定。サトシさん、あなたはナナさんのことをつけ回したり監視したりしていましたよね。な、ただ憎んでいるだけならばこのような行動に及ぶとは思えません。ナナさんに振られた後もあなたは彼女のことを忘れられなかった。その満たされない思いに駆られナナさんをつけ回し監視するようになったんです。あなたの行動の裏にはねじ曲がった愛があった。つまりあなたはナナさんのストーカーだったのです。違う、俺はあいつが憎いだけで。いいえ、あなたはナナさんを憎んでいたんじゃありません。ナナさんに振られたことで歪んだ愛情を抱くようになったんです。でもそんな行為を繰り返してもナナさんは振り向いてくれない。それで逆恨みし殺害したのではないでしょうか。確かに俺はナナちゃんのことが大好きだよ。ナナちゃんときた。だがそれだけのことで犯人扱いされるのはおかしいんじゃねえのか。ええ、そうですね。この動機だけでは犯人だとは言い切れません。ですがあなたにはもう一つ怪しい点があるのです。怪しい点だと？
ええ、そうです。それはこの証拠が示しています。もう一つの怪しい点を選択します。慌てて出ていくサトシ、決定。先ほどナナさんのマンションの管理人さんからお話を伺ったのですが、ナナさんの死後あなたがマンションから出ていく姿を目撃したそうなんです。なんだと？ひどく慌てた様子だったと管理人さんはおっしゃっていました。この件について詳しい話を聞かせてもらえませんか？そんなこと俺は知らねえよ。どうせ管理人が見間違いでもしたんだろ。 いえ見間違いなどではありません。実はあなたは奈々さんのご遺体を見たことを示す行動をとっているんです。なんだって？奈々さんのご遺体を見たことを示すあなたの行動、それはこれです。ナナの遺体を見たことを示す行動、適切な選択肢を選べ。選択します。弔問に来たこと。サトシさん、あなたは弔問に来ましたよね？それがどうしたってんだ。あの時まだ訃報を出していませんでした。本来ならばナナさんが亡くなったことを知らないはずなんです。なのになぜナナさんが亡くなったと知っていたんですか？それはあなたがナナさんの死を知っていたのは、私たちがナナさんのご遺体を発見する前にマンションへ行っていたからなんです。サトシさんがナナさんを殺したのか、単にご遺体を目撃しただけなのかはまだ分かりませんが、いずれにせよ事件と無関係でないことは確かですよね。ちょっと待て、弔問には司やナナちゃんの友達も来てたじゃねえか。ナナさんの友達ユキは第一発見者の一人です。そして司さんはユキからナナさんの死を知らされていました。あなたがナナさんの死と関係があることは間違いありません。あなたにはこの件についてきっちり説明していただきます。結論、どうやらサトシは遺体が発見される前からナナの死を知っていたようだ。ナナに対してストーカー行為を繰り返していたサトシが犯人なのだろうか。証拠、サトシがナナを監視が、サトシはストーカーに更新されました。サトシはストーカー、サトシは自分を振ったナナに対して必要なストーカー行為を繰り返していたようだ。サトシはストーカーって見出しが面白いけど。サトシのナナに対する感情が歪んだ愛に更新されました。歪んだ愛、サトシはナナのことを愛していたが、ナナはなびかなかった。それが原因でサトシはナナに嫌がらせをするようになった。サトシさん、もしかしてあなたがナナさんを殺したんじゃないですか？違うって言ってるだろ。俺がナナちゃんの部屋に行った時、ナナちゃんはもう死んでいたんだ。俺じゃない、本当だ。あなたは浴室で亡くなったナナさんを見たんですか？そうだよ。ナナちゃんは手首から血を流して死んでたんだ。ナナちゃんを殺したのは俺じゃない、あいつなんだよ。え？俺は本当のことを
全部知ってるんだからな。あ、サトシさん、なんかフラグが立った感じがするけど、逃げられてしまったわ。ああ、アキヒコさん、さっきサトシさんは本当のことと言っていたわ。もしかしてナナさんを殺した真犯人を知っているんじゃないかしら。そうかもしれない。ただの負け惜しみの可能性もあるけど、とりあえずサトシさんを追いかけて話を聞こう。ええ、それじゃあ早速。あれ、君の携帯電話鳴ってない？あ、本当だわ。もう急いでるのに。あら、カリアさんからみたい。ちょっと電話に出るわね。ああ、もしもし。あ、アキコさん、カリアです。お話ししたいことがありますので、これから事務所へ伺ってもよろしいですか？え、今からですか？ご都合が悪いのでしたら後でも構いませんが。サトシさんのことが気になるけど、でもまずはカリアさんと話をした方がいいかもしれないわね。あ、いえ、今からでも大丈夫です。私も外出しているんですけど、カリアさんが来られるまでには戻れると思います。そうですか、すみません。ではよろしくお願いします。何の電話？カリアさんが私たちに話したいことがあるから事務所へ来てくださるそうよ。そうか、もしかしたら検視の結果が出たのかもしれないね。じゃあとりあえず事務所へ戻りましょうか。サトシさんには後で話を聞くことにしましょう。ああ、そうだね。移動します。石原葬儀社へ移動する。アキコさん、黒沢さん、いきなり呼び出してすみません。いえ、お互い様です。それよりカリアさん、何か分かったんですか？ナナさんの検視結果と割られていたグラスの鑑識結果が出ました。それから凶器についても分かったことがあります。もうそこまで分かったんですか。さすが警察ですね。ええ、鑑識の方たちが頑張ってくれましたから。それでどこからお話ししましょうか。そうですね、じゃあ上から行こう。ナナの死因について聞きます。ナナさんの死因はやはり失血死だったんでしょうか？ええ、その通りです。出血箇所は手首の傷でした。そうですか。証拠、ナナの死因を入手しました。ナナの死因、ナナの死因は失血死で、出血箇所は手首の傷だった。次はグラスについて聞きます。グラスからはどんなことが分かったんですか？部屋に置かれていたグラスからナナさんの指紋が見つかりました。じゃあやっぱりあのグラスでナナさんがお酒を飲んでいたんですね。割れていたグラスはどうだったんですか？そちらからも指紋が検出されたのですが、誰のものなのかは現在照合中です。また内側からは部屋に置かれていたグラスの中身と
同じお酒が検出されました。おそらく誰かがナナさんと一緒にお酒を飲んでいたのでしょう。その人物はおそらく犯人でしょうね。ええ、そうでしょうね。現在早急に指紋の割り出しを行っております。ですがその指紋には不自然な点がありまして。不自然な点ですか？実は指紋の付き方が不自然なんです。指紋の付き方？ええ、グラスの縁を掴んだような形で指紋がついていたんです。縁を掴んだような形？ええ、そうなんです。他に指紋はついていなかったんですか？ええ、それ以外は見つかっていません。それは一体どういうことだろう。お酒が検出されたということは犯人はお酒を飲んでいたはずだよね。それならば飲んだ時の指紋もついていなければいけないはずだけど。そうね、お酒を飲んだ時の指紋がついていないのはこういう理由だからじゃないかしら。選択します。犯人が拭き取ったを選択します。犯人が証拠隠滅のために拭き取ったんじゃないでしょうか。確かにそう考えるのが自然でしょうね。しかしそうなると奇妙な点が出てくるんです。奇妙な点ですか？ええ、犯人はお酒を飲んだ後に指紋を拭いたにもかかわらずその後素手でグラスを触りました。もし本当に自分の痕跡を消したかったのであれば素手では触らないはずですよね。確かに奇妙ですね。証拠、グラスの指紋を入手しました。グラスの指紋、バッグに入ってたグラスは指紋の付き方が不自然だった。指紋が誰のものかは不明。部屋にあったグラスからは7の指紋が検出された。それから部屋にあった方のグラスの中から睡眠薬が検出されました。おそらく犯人が7さんの隙をついて睡眠薬を仕込んだのでしょう。睡眠薬で眠らせてから手首を切ったというわけですね。ええ、そう考えて間違いないと思います。凶器について聞きます。凶器についてはどうでしたか？ええ、そのことなのですが、アキコさんたちがおっしゃった通り、ナナさんの手首の傷は包丁でつけたものではありませんでした。ではナナさんが握っていた包丁は？ええ、今朝お話しした通り犯人が握らせたのでしょう。傷の形状から考えると本当の凶器はアキコさんのおっしゃられた通り飲みの可能性も出てきました。そうですか。やっぱり凶器は包丁じゃなかったのね。でもなぜ犯人は包丁を握らせたのかしら。手首を切った刃物をそのまま持たせておいた方が自然だと思うんだけど。なんだか妙な証拠ばかりですね。ええ、そうなんです。割れたグラスの指紋の付き方も不自然ですし、犯人が凶器を持ち去った理由も未だに分かっていません。犯人の行動に一貫性がないので困っているんですよ。証拠、犯人の行動に一貫性がないを入手しました。犯人の行動に一貫性がない。手首を切った凶器を回収してわざわざ包丁を持たせたり
一度指紋を拭いたグラスに素手で触ったりするなど、犯人の行動には一貫性がない。あ、そうだわ。遺書については何か分かりました？ええ、やはりあの遺書は日記の一部分を破ったものでした。やっぱりそうでしたか。それから明子さんのおっしゃられた聡さんの嫌がらせも、日記の内容を読む限りでは間違いないようです。あ、そうだわ。聡さんについてなんですけど、何か分かったんですか？ええ、奈々さんが殺害された日の早朝に聡さんがマンションにいたそうなんです。慌ててマンションから出ていく姿を管理人さんが目撃したらしくて。それは本当なのですか？はい。なるほど。聡さんには一度任意で話を聞いてみましょう。すみません、私の携帯電話みたいです。ちょっと失礼しますね。もしもし。あ、私だ。なんだって？堀聡が？間違いないのか？なんだなんだ？場所は？ああ、わかった。すぐ行く。どうしたの？あの、刈谷さん、聡さんがどうかしたんですか？実は、サトシさんが、ナナさんのマンション前で亡くなったそうです。サトシさんが亡くなった？さっきまでピンピンしてたよ。すみません。私はこれから現場へ向かいます。アキコさんたちは、ここで。カリアさん、私たちもご一緒させてください。しかし、僕からもお願いします。カリアさん、わかりました。一緒に現場へ向かいましょう。ありがとうございます。では急ぎましょう。最も怪しいサトシさんが突然亡くなってしまった。一体サトシさんの身に何が起きたというの？また事件ですね。今度の被害者は奈々さんを愛してやまないサトシ君。この殺伐とした展開にささやかな愛を差し上げますわ。リフレッシュしてくださいませ。ミサちゃんスマイルですのよ。ちゃんと笑っていますわよ。続きをどうぞ。はい、ありがとうございました。サトシがね、退場しちゃったみたいだね。まだ犯人誰かははっきりとは分かんないけど、私はなんとなくあの人かなって思うところがあります。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。